36年前の6月6日、暴走族の取り締まりにあたり、殉職した警官の慰霊式が今日金沢市で行われました。1987年6月6日、当時金沢東警察署に勤務していた中一郎警部補は、金沢市福久町で暴走族の取り締まり中に蛇行していた車両と衝突し、22歳で殉職しました。警察官になってわずか5年目の出来事でした。事故から36年目となる今日、現場には署長など署員6人が訪れ、黙祷した後に花束を掲げました、捧げました。中村俊哉署長は、新型コロナの5類への移行により交通量が増え、取り締まりの危険性が高まっている。中警部補の事故を教訓に職務に当たってほしいと話しました。